すする TV。 ゼルゼル、どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、東海遠征ラストということでとっておきの進展のこちらです。ドン。愛知環状鉄道三河豊田駅から徒歩10分くらいのところにあります大宝商店さんにお邪魔してます。こちら大宝商店さんは7月オープンの新店で、今回はオープンしてすぐに伺わせていただきました。熱海の有名店で修行されたという店主さんはかなり若くて、さらにもともとねサッカー選手をやっていたらしいですね。これからの伸びしろにも期待しつつ、まず最初にはねどんなラーメンがいただけるのか早速進みましょう。レッツゴー。さあ大宝商店さん、食券制です。今回は辛いメニューのトヨタ担々麺をプッシュしました。いろいろ店主さんともお話をしながら落ち着いた店内で待ってるだー。こちらが大宝商店さんのトヨタ担々麺です。ねえ、表面には山椒入りの肉味噌が鎮座しており、程よく香りも漂ってくる。大きなチャーシューもいい感じだぞってことでいただきます。ではまずスープを一口。ぬふん。黒ごまのコクとラー油の程よい辛さはパンチもあり、まさに王貞治に憧れて日本にやってきた裸足の台湾野球少年。ただ後で分かったのですが、この日は厨房器具の関係で塩分がかなり出すぎていたみたいで、原因は分かったのですぐ改善に努めてくれていました。さあお次に麺とご対面してスズルー。もふん。塩分はかなり効いているもののベースの味はうまく、麺との絡みもかなりいい。山椒の効いた肉味噌も大胆に絡ませればジューシーかつ刺激的で、一本足打法でホームラン王を獲得するのも夢ではありません。てな感じでうま辛なスープを麺と絡め、存分に体も熱くなってきたところでチャーシューを一口でパクリ。うまそい。しっとりとした柔らかさがあり納得の美味しさです。さあまだまだ麺をすすってると、ここで魚介だしのスープ割りが到着。これを入れることにより効きすぎていたスープの塩分はいい塩梅になり、気がつけば本日も完食です。ベースはしっかり美味しかったので、今度は完全な状態ですすってみたいです。それではこそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、大宝商店さんに行ってきたんですけれども、多少のトラブルはあったんですけども、しっかりといただくことができました。今回注文したのはトヨタ担々麺で、お店がある豊田市のソウルフードと言われるようになったらね嬉しいなと思いますね。山椒の効いた肉味噌がジューシーかつ刺激的ですごく美味しくて、麺にもねよく絡んでうま辛でしたね。この日はねオープンしたてということで、厨房機器の関係でスープにちょっと塩分が多めに出すぎてしまったことが後から判明しまして、僕が食べた時はちょっとしょっぱかったんですけども、原因が分かったのですぐ改善に努めていましたね。他にも正統派の魚介豚骨のつけ麺や、さらに正統派の醤油つけ麺など豊富なメニューに広い店内、さらに大盛り無料ということで、お腹を空かせていくのがいいんじゃないかと思いました。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、大宝商店さん、麺の上にも3年や。はい。